こんにちは。今日は最近買った春服を紹介していこうと思います。ほとんどがザラになるんだけど、もうザラ今季本当に可愛すぎて、どんどん新作も可愛いのが出るんだけど、とりあえずここにあるものは大体がザラと、あとちょっと H&M もあったり、あとナイキだったり、このロンティーとかもまた違うものなんだけど、紹介していこうと思います。そしたらまず1着目がこれ、ザラのデニムなんだけど、超可愛くて、カラーがイエローベースにお花柄になってるもので、これは一目惚れで買ったものになります。このデニムにもうすでに持ってる黄色い、ここにねふわふわがついてるニットがあるんだけど、それを着たら絶対可愛いなって思って、今年の春暑すぎて全然なんかモフモフって感じじゃなくて、そのコーデではね着れてないんだけど、暑すぎて普通に T シャツとかと合わせても絶対可愛いし、これはね一目惚れで買いました。で、あとはまたザラのデニムなんだけど、で、これはハイウエストのデニムになるんだけど、こっちもねハイウエストになります。で、もう普通にこれは夏、春夏めっちゃ使いたい色味だったのと、形がすごく綺麗だったので、白い T シャツ系にも合うし、カラー系の T シャツにも合うし、どんなトップスでも、多分夏のトップス系結構何の色でも合うので買ってみました。いつもパンツ類とかは一番ちっちゃいサイズを選ぶんだけど、最近ね太りすぎてきつくて全然もう入らない。で、今ちらっと見せたんだけど、これもザラのトップスになります。これは沖縄行くようにちょっとね夏っぽいトップスが欲しくて買ってみたんだけど、このねカラーがちょっとねグリーンっぽい色に最近ハマっていて、すごく可愛いのと、着てみたらすごく可愛くて、ちょっとボタンがついてる感じなんだけど、ボタンはこれ閉めないかな、閉めないで着る、まあ、閉めてもいいんだろうけど、閉めないで着たら可愛いかな。3000円ぐらいで、これはプチプラですごいね、結構しっかりニット生地なんだけど、なんか引っかかりにくいニットだし、伸びにくい、多分あんま変にペラペラの伸びたりしないニットっぽい素材で、すごいいい感じで、この T シャツもザラで1190円だったもので、これはね結構薄っぺらくて、かなり透けちゃう感じの素材なんだけど、普通に1枚持ってたら絶対使えるなっていう風に思って、なんかテキストが入ってるんだけど、なんて書いてあるかわかんないけど、このシンプルな白 T も買いました。で、この T シャツが H&M のもので、これもねすっごく可愛いんだけど、ちょっとね今シワシワになっちゃってるんだけど、水色の T シャツって意外に持ってなかったなと思って、これを買ってみました。これはねなんかのビデオで着てたと思うんだけど、めっちゃ可愛くてお気に入りで、あとはこれも H&M、 これはキャンプに行く時に妹がタイダイ柄のトップスを着るって言ってたから、ちょっとおそろっぽく買ってみたんだけど、色合いがすごく可愛くない？なんかねちょっとパステルな感じで春っぽくて、ちょっとこのサイドのところがね絞ってある感じで紐がついてるんだけど、クロップ、そんなにねすごいクロップ丈っていう感じでもないんだけど、まあ短めの丈かなとは思います。これもすごいねフィットする感じで可愛かった。なんか最近あんまりすごいフィットする服を着てなかったから、久しぶりに買った気がする。あとはね今着てるこのロンティーもめちゃめちゃ可愛くない？でもねこういうロンティーとかって普段着ないからめっちゃ買うの迷ってて、結局セールになってたから買ったものになるんだけど、インスタでねずっと見てたブランドが日本のフリックスストアに置いてあって、これを買ったんだけど、なんか海外のセレクトショップみたいなところでいろんなブランドを取り扱ってるんだけど、多分その中のオリジナルのブランドになるんだけど、このリサセイガウっていう、めっちゃ可愛い、ここもねバラが書いてあってめっちゃ可愛いんだけど、ロンティーなんてさ着ないじゃん、ダランって着てちょっと大きめの、パンツ履いてみたいな感じの格好が本当に多分あんまり似合わないのか、あんまりそういう感じを着ることがないから、インして着る方が結局好きで、なんかいつものスタイルみたいにするとちょっとインする感じでロンティーを着る感じにはなるんだけど、すごい迷ったんだけどちょっと挑戦してみようと思って買ってみました。これもすごいお気に入りで、あとこれがねもう超可愛くて、この中で一番お気に入りぐらいお気に入りかもしれない。お気に入りすぎてまだ 着ていけてないんだけど、このねザラの、ジャケットとショートパンツのセットアップになります。でギンガムチェックがもう超可愛くて、ボタンもねシルバーですっごい可愛くて、これもね着ると本当に可愛いんだけど、今の時期にしか着れないんじゃないかなっていう
風に思うので、本当に春服超可愛い、ちょっといっぱい着なきゃと思ってはいるんだけど、まだ着れてない。着るとこ選んじゃうよね、こういうの。これは本当形も可愛くて、でやっぱね、この値段で買えるのは、ですっごいおしゃれなのはザラだけかなっていう風に思うので、これをめちゃめちゃおすすめ。本当に可愛い。本当はさ、白いブーツとかが欲しくて、長めの膝下ぐらいのと合わせたかったんだけど、もうブーツなんて売ってないし、そうだからヒールと普通に合わせた方がいいかな。で、あとこれもね、めちゃめちゃ可愛いセットアップ。これもザラになります。グリーンのカラーで、最近ねこういうカラーが本当に可愛いなって思うんだけど、これはね長めのパンツの本当スーツっぽい形なんだけど、このねボタンがちょっと黒にゴールドでブリブリした感じで、すごく可愛くて、これも形がすごく綺麗で気に入ってはいるんだけど、なんかねボタンの付け方がすごく甘くて、もうすでにちょっと取れかかってんのと、どっかのねボタンが取れたんだよ。でも車の中に落ちてたんだけど、どこのボタンが落ちたのか分かんないんだよね。多分使い道のないボタンがどっかから落ちたんだと思うんだけど、とりあえず2回ぐらいしか着てないんだけど、ボタンが結構付け方甘いなっていう感じで、そこがショックだけど、すごく可愛いので、もしボタン取れても自分で付けれる人はいいかもしれない。で、あとはちょっとね、春服ではないし、ちょっと早すぎるんだけど、時期的に、水着の紹介になります。で、これ H&M でオンラインで買ったんだけど、店舗とかにはまだ水着置いてないのかな、どうだろう。で、多分すぐに売り切れちゃうだろうなと思って、もし可愛いなと思ったらすぐにチェックした方がいいと思うんだけど、こんな感じでね、ベルトがついてるこうワンピースタイプのつながってる水着なんだけど、ここにねちょっと軽めのワイヤーが入ってて、しっかり胸がサポートされるタイプで、ハイレグになってるんだけど、めっちゃ可愛くない？まずこのもうギンガムチェックが可愛すぎて、多分もう本当にすぐ売り切れるから、チェックした方がいいと思う。で、着てみても本当に可愛かったから、ぜひチェックしてみてください。これ沖縄で着る。で、あとはサンダルになります。こんな感じのもう超無難なクリアなヒールなんだけど、あのヒールの部分も結構太めで、で高さもね高すぎず低すぎず、いい感じのいつものザラの好きな感じのヒール感だったので、これをねとりあえず買っておきました。結構ね何にでも合うから、ザラの靴、まあ、当たり外れあるんだけど、これぐらいのヒールなら何回か履いていくうちに結構ね慣れてくるし大丈夫かなって思うのと、このつま先があるタイプのクリアヒールってなんかねすごいこもってなんか白くなったりするの、あの夏汗かいたりするじゃん。このつま先空いてるタイプのクリアヒールの方が使いやすいかなっていう風に思います。で、あとは最後ね、じゃじゃん、これ超可愛いの。これもキャンプに行くときにこういうねつなぎ、なんていうの、これジャンプスーツが欲しかったんだけど、ナイキのものになります。多分ねもうキャンプの動画の方が先に出てると思うから、そこでも着てると思うんだけど、ちょっと真っ黒で分かりづらいかもしれないけど、このチャックの部分がねナイキのマークになってたり、このお腹の部分でしっかり絞れるようになってるので、こうダボっとしすぎないでスタイルよく保たれるし、だけどね結構しっかりなんていうの、つなぎ感があるというか、消防士さんが着てるような服。めっちゃ白飛びしてるね。そうで、奇跡的に見つけたの、どこにあるんだろうと思ったらありました。 ABC マートに結構さナイキのものとか置いてあったりするじゃん。そこで見つけて、でナイキのサイトにもあったので、普通に新しい商品だと思うんだけど、めっちゃ可愛いの。あのキャンプ行く、あんまり普段着ることはないかもしれないけど、形可愛いこういうの探してる人はぜひ。ナイキにこういうねなんかつながってるの、ジョーダンでもすごい可愛いの。とこんな感じかな、最近買ったもので。あとね H&M で最近のアイハーブの購入品と、あとお肌のビデオの時にドスッピンで動画撮った時に着てたグレーの T シャツ、あれねなんかどっか行っちゃったんだけど、多分どっかにはあるんだけど、H&M で買ったものになります。
あれも最近買ったものだからきっとあると思う。あとは結構今回紹介したものが薄手のタイプが多かったと思うんだけど、スウェットっぽいものとかちょっと厚手のものをまた韓国のサイトで頼んだものがねもう届いてるから、それもねこれから撮影しようと思ってるんだけど、今回この紹介してるのは日本の店舗で買えるものになります。で最近ね海外の、韓国の海外は買ってるんだけど、そういう系じゃなくてまたいつも買ってるような UK、US 系はそう買ってなくて、また夏物とかは買いたいんだけど、なんかねコロナの影響で結構ねすっごい、遅くなったりすることがあって、何回かトラブルがあったから、そう今回買わないで日本で買えるものばっかりで紹介してみました。じゃあそんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったよって方はグッドボタンと、あとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。 You say that I go out to get you off my mind.